岡田監督がオールスター選手に気配り、阪神岡田彰布監督66はマイナビオールスターゲーム2024第1戦23日エスコンデゼンスの指揮を取るため22日に伊丹空港から空路で札幌入りした。この日球団の所在地兵庫県は最高気温が34度まで上昇、空港に到着した時点で故障はあっつ、何やこれもトゲンなり顔全開だった。今日も高校野球やっとるんやろ、大変やな。そんなお前、大阪地方大会が行われている南港中央球場なんて人工芝やで大変やろと高校球児たちに思いを馳せた。第一戦のエスコンフィールドは屋内球場であるため暑さの心配をする必要はさほどない。問題は翌24日に神宮球場で行われる第二戦だ。ナイターとはいえ当日の東京の最高気温は35度まで上昇することが22日時点で予想されている。慣例として昨季の優勝チームである阪神からは試合前練習のノッカー要員として筒井外野守備走塁コーチが救援に派遣される。しかし岡田監督は筒井にシートノックなんかさせへんよと救援での試合前練習を簡略化させるプランを明かす。第2戦は午後6時30分開始だが、試合前練習は暑さが厳しい昼下がりから夕方にかけての時間帯に行われる予定となっているためだ。こういう試合外の体のケアとかはやっぱ選手やってたし現場にいる人で、年齢とかは関係ないね。昔の人だから無理させそうなイメージあるけど、本当にしっかりしてる。去年も連投させまくるとか言われてたけど、蓋開けたら結構避けてたしね。オールスターなんて1試合でいいと思う。今は交流戦もあるし、選手の体調管理、やるならドーム球場か、それか復興地域で野球で元気づけることができる場所がベストだと思う。毎年暑くなってきて、今年は体のケアが万全のはずのプロ野球選手まで熱中症がちなほら、オールスターの監督も大変ですよね。監督も選手も楽しんでくれればそれで十分です。岡田監督、気配りありがとうございます。ご自身のお体も大切に。オールスターはなぜ2試合も開催するのかわからないです。メジャーも1試合だし十分だと思います。数年猛暑続きで熱中症対策選手のリスク体調管理を考えて休養させるぐらいにしてほしいです。プロ野球機構は利益儲けることばかり考えて優しさが感じるなら実現してほしいです。阪神でも移動ゲームの日などは選手の疲労考慮して練習簡略化してますしね。セリーグベンチには新井監督と三浦監督って仲良い人がコーチでいるし、岡田さんも野球好きなおじいちゃんの顔になるかな。指揮官にまさにその通り、岡田監督のおっしゃる通りですが、ここまで暑さがひどいと練習して試合は体力面もきつい。神宮はセリーグの選手にとって慣れてる球場、キャッチボールぐらいの調整で良いんとちゃう。この時期にやるならドーム限定にすれば良いのでは。東北、中国地方の方には悪いですが、選手の健康が何より大事です。なんやかんやで一番大変なんは岡田さんだよね。オールスター明けの週末の甲子園のナイターも死ぬほど暑いで。ありがとう岡田監督。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。